私はいかんぞ。まったく何度言えばわかる。何が。はい。お前が抵抗するたびにこの愛人が痛い目に遭うんだぞ。ボルギン。くそ。待て、売国奴。お前の運を試してやる。よく見ておけ。この3つの銃のどれかに1発だけ実弾が入っている。続けて6回トリガーを引く。いいか。まだ運があるようだ。戦場で運を当てにするな。勝手な真似はするな。奴は我々コブラ部隊が処理する。CIA の犬は片づいたのか。ザ・ペインがやられた。なんだそう。ガキとはいえやはりザ・ボスの弟子だな。フルシチョフが裏で手を引いているかもしれん。早い方がいい。最終試験の前に消してくれ。大丈夫だ。彼らに任せる。ザ・フィア、任せたわ。このじいさんずっと寝てるが大丈夫か。余命のエネルギーは戦場のみに使う。ジエンドは普段死んでいる。時が来れば目覚める。そして奴はジエンドだ。おい、そこの風は異常。雨が上がるまで私を楽しませる。ザ・ソロいるの？ソコロフならもうここにはおらんよ。ぶつからものを出すな。酒がまずくなるだろうが。あんた例の侵入者だろ。さすがは資本主義の犬、人間の礼儀を知らん。お前は私を知らんのか。それでよくエージェントが務まるな。まあいい。私はアレクサンドル・レオノビッチ・グラーニ。一言で言って偉大な男だ。我が連邦最高の兵器開発者であり、栄光あるグラーニン設計局の局長でもある。レーニン勲章だ。最も優秀な労働者へ社会主義労働英雄の称号とともに贈られる最高の栄誉。私の輝かしい実績に対して授与されたものだ。偉大な共産主義社会建設のため、私は大戦中からさまざまな兵器を作り出してきた。下劣なナチどもを追い散らすことができたのも私のおかげと言っていい。今お前らが SS-1c と呼んで恐れおののいている道路移動型弾道ミサイルシステムの基礎を作ったのも私なのだぞ。ずいぶん酔ってるな。言おうとしてるだけだ。今こいつをやる以外にすることがない。やつのせいだ。やつ？そこの札よ。あんたの目当てもやつなんだろう。やつのせいで私は全権を奪われた。私の研究もお払い箱だ。見ろ。画期的な移動核ミサイルシステム、二足歩行戦車。二足歩行戦車。歩く戦車、ロボットだよ。猿から人への進化におけるミッシングリンクの話を知ってるか？この技術は歩兵と兵器をつなぐ歯車になる。まさに金属の歯車。兵器は革新的な進化を遂げる偉大な金属の歯車なのだ。メタルギア。だが私はただでは引かんぞ。泣き寝入りはごめんだ。私はこの資料をアメリカの友人に送ってやるのだ。なんだと？ここの連中は後悔する。そして自らが標的となった時、身をもって私の偉大さを思い知ることになるのだ。そう、私の研究はソコロフの下品なシャゴホッドとは志が違う。戦車にロケットエンジンなどつけてどうする？それでソコロフは？そもそも戦車に付加すべきなのはロケットなどではない。これを見てみろ。いい靴だ。違う、足だ。どこへでも移動できる足なのだ。人類が直立歩行したようにな。それこそが真の革新だ。あんたもそう思うだろうが。だが上層部のバカどもはソコロフを選んだ。そのソコロフはどこに？私のプロジェクトは廃止、賢者の遺産もソコロフに回された。何の話だ？賢者の遺産だ。あんた、賢者たちを知らんのか？大佐はその莫大な遺産を引き継いだのだ。ボルギンの親父が賢者たちのマネーロンダリングを担当していた。奴の親父は大戦後のどさくさに紛れてそれらの遺産をいただいた。ボルギンはそれを違法に相続したんだ。軍の予算など取るに足らん。この設計局のあらゆる兵器開発費は全てその大佐の懐から出ている。ここで生まれた数々の兵器が遺伝子となってやがて人類の戦争の形を変えていくだろう。私の研究資金もその遺産から出ていた。出ていたんだ。金も人員も全てシャゴホッドに回され、いよいよ明日最終試験だ。ソコロフがボルギンの本拠地大要塞グルズニーグラードの兵器ショーで最終調整している間、私はここで敵のスパイ相手に酒を飲むしかない。ソコロフはそこに移されたのか？ああ、シャゴホッドもそこにあるんだな。そうだ。おい、グルズニーグラードへ行く気か？あの要塞は文字通り鉄壁だ。だろうな。死ぬぞ。そのつもりはない。待て。なんだ。人の話を聞け。手を貸してやろうと言うんだよ。なんだって？褒めてくれた礼だ。俺が何を褒めた？靴だ。タチアナにもらったこの靴を褒めてくれた礼だよ。要塞への侵入ルートを教えてやる。その代わり必ず奴を連れ出しシャゴホッドを破壊してくれ。グロズニーグラードの下には地下壕が張り巡らされている。それをうまく使えば内部へ潜り込めるはずだ。山岳地帯に行くといい。地下壕への入り口がある。こいつをやろう。ああ、ここへ来るのに倉庫を通っただろう。ああ、そこに鍵がかかった扉があったはずだ。覚えているか？これを使えばその扉が開けられる。その向こうは広大な密林だ。その一番奥から山岳地帯へ登ることができる。一度倉庫まで戻れ。それから鍵のかかった扉を開けて先へ進むんだ。わかったか？なぜ俺に協力を？私はソコロフのように亡命を考えたことなど一度もない。私はこの国が好きだ。この土地を愛しておる。他で暮らすことなど考えられん。私はこれからもこの偉大な祖国の英雄でいたいのだ。罪へ追いやられ、朽ち果てていくなど耐えられん。もう夜明けだ。急ぐといい。私はもう少しここで飲ませてもらう。資本主義に